ねえ、かや、今年組から4人小学校行くんだって。そうだな。んでな、先生がな、オラにもどうするって聞いたんだもん。で、おめえなんてって言った。黙ってた。ジュニーに決まってんだもん。小学なんか行かんでもええ。明日草もちくしれてやらず。涼介様になりやして。いや、どういたしまして。涼介君はよくお出来になるので、僕も大変楽しみにしてるんです。いや、もうからっきし。いや、今日学校で聞いたら、お宅でも中学校へやらせてくださるそうで、僕も非常に嬉しいと思いましてね。何しろこれからの人間は上の学校でなきゃ旗が相手にしてくれませんからね。涼介君ぐらい出来が良くて小学校だけでやめてしまっては惜しいと思いましてね。いや、どうも。お母さんもよく決心がつきました。それから何をするにも学問がなくちゃお話になりませんからな。僕も東京へ出てもう少し勉強したいと思ってるんですよ。なんて言ったってこんな田舎にいたんじゃ先が知れてますからな。いや、お母さんも本当によく決心してくれました。お邪魔します。はあ、お構いもいたしませんです。涼介、涼介、先生がお帰りになされる。いやいや、もうどうぞ。不調法いたしして。何だそういうだ。何だそういうだ。小学校なんか行けるみたい。大久保先生、いつ行くだね。明日のお昼の上りだとさ。
そうかね。ねえ、先生だったな。あっちゃ、あの先生はきっと東京行くと思ってただよ。いつも東京、東京って言っていなかっただからな。うん。やっぱり小学校へ行くだよ。母やも呼んで一晩考えたんだが、他の子がよったりも小学校へ行くに球中の目がゆかねんじゃ、母やんだって面白うねえからな。ワンダルも小学校へ行くだ、その上の学校だって行くだ、そんで運で勉強するだ、そんで偉くなるだ。ワンダルで偉くなったら死んだ父やんだってきっと喜んでくれるだし、ワンダルの勉強のためだったら母やがどないになったって構えしねえだな。うちの子なんか考えんで運で勉強するだな。小学校行くだ。ワンダルを中学やるぐらいのことはカイアンだってできるだし、それぐらいのことできないってどうするだしな。な、分かっただな。カイアンももうじきおばになるだし、いつまでもワンダルのそばにいてもらってたけど、でもやっぱり大久保先生の言わっしゃる通り、これからの人間は学問がなくちゃダメだしな。うちの子なんか考えんで、うんと勉強するだ。な、分かっただな。な、分かっただな。うん。なあ、母やん、これきっと偉くなる。あの子も東京で仕事めってたと言ってきただ。そうだっちゃ。そりゃよかっただな。でも早いもんだしな。早いだかな。おらにはずいぶん長かったし。なあ、春にでもなったら東京へ行かずかと思うだ。そうかね。そりゃええな。あの子ももう29になるだし、
もうそろそろ嫁の新生もんてやなくちゃなんねえしな。随分しばらくでしたね。夜行じゃ大変だったでしょう。疲れたでしょう。そんなでもなかったし、姉の人が偉く親切にしてくれたからな。高崎だったかね。お弁当も買ってきてくんなさるしな。そうですか。ああ、よかったですね。君の方どうです？今年はひどい雪でな。そうですか。あ、隅田川、隅田川。栄太橋です。向こうに見えるのは一つだ。そうだか。でっかい橋だな。本当によく出かけてきましたね。ねえ、うちはこの原の向こうなんですがね。まあ、ぶらぶら歩いていきましょう。大変な雪ですよ。涼子さん、驚いちゃいけませんよ。何がさ。いや、実は女房もらっちゃったんですよ。とにかく行って行きましょう。ここですよ。さあ、どうぞ。おい、おっかさんがいらしたよ。さあ、どうぞ。いらっしゃいませ。さあ、どうぞ。はじめまして。杉子です。よくいらっしゃいました。お初めて。せがれがいろいろご役兵様になりやして。ずいぶん汚い雪でしょ。
ねえ、お母さん、ちょいと。去年の暮れ生まれちゃったんですよ。いろいろ考えたんだけど、お父っつぁんの名を一字もらって、義一とつけたんですよ。よく寝てますよ。ねえ、お母さんには孫なんですね。うん、晩の支度どうする？お前金あるか？欲しい。お母さん何ごちそうしましょう？ねえ、何が食べたいです？何でもええだよ。そうっすか？鳥買ってこいよ。早く帰ってきてくれ。洋食屋の娘なんですよ。洋食屋さん？ええ、学校行ってる時分に下宿してたでしょ。その近所のなんですよ。ねえ、本当はお知らせしなくちゃいけなかったんですけど、すいませんでしたね。うん、すむもすまねえもおめえ正気にしてりゃええんだし。ええ、頼んできたわ。足りたか？ええ。お母さん頼むよ。分かってる。市役所だって聞いてただもん。ああ、市役所の方はね、半年ばかり前に辞めちゃったんですよ。そうだか。ええ。すいません、ちょっと出かけてきます。ああ。いや、すぐ帰ってきますよ。先生、各 BFD と EFA の等しいのが分からないんです。これとこれの等しいのは分かってるね。え、分かってます。三角形 PBB と PAE におけるこれとこれは直角、四辺形 PBCA は円に内接しているからこれとこれは等しいね。え、したがって残りの角これとこれは相等しい。わかりました。わかったね。これがシムソン線の定理だ。なおい、すまないけど10円貸してくれないか。10円？10円持ってかないと困んな。いや、5円でいいや。すまんな。すまん。松村さん、すいませんが5円貸してくれませんか。おふくろがひょっくり国から出てきちゃったもんですから。
ねえ、一つお願いしますよ。月曜日には間違いなくお返ししますから。ねえ。ねえ、何でしたら利子を1割つけますよ。うん。どうもすみません。ご迷惑だとは思うんですけど。何しろ急なもんでしたから。すみません。で、学校の方じゃいくらもらってますが。ほんのわずかなんですの。でもどうにかやってけますわ。ただいま。おかえりなさい。ただいま。おかえり。すいませんでしたね。どうも教師なんて商売は勝手な時に休めないもんでしてね。どうです？一つ。うん。おい、お茶入れろよ。母さんのマークだ。ねえ、お杉さんや僕がいなさるだったら何かお土産持ってくるだったがな。いや、今年はおかげでな。そりゃよかったですね。大久保先生は達者かね。先生ですか。先生は相変わらずの達者ですよ。何だったら明日行ってみましょうか。お行きやしてだがな。行ってみましょう。先生きっと驚くだろうな。どうです、もっと。ああ、これあんこが違うんですよ。なんですよ。どうぞどうぞ。さあ、ねえ君、おっかさんにおだるともね。ええ。じゃあ。しかし、おっかさんよくいらっしゃいましたな。ずいぶんしばらくでした。いつお出かけになりました？昨日の朝こちらへ参りやして。いや、そうでしたか。お久しぶりでございます。いや、どうも。私こそとんとご無沙汰しておりまして。
大噂はいつも涼介君から伺っておったんですが。いやどうも何しろ。しかしまあよくお出かけになりました。あの涼介君、若鳥すまんがね、そこらに手ぬぐいありませんかね。手ぬぐいですか。ええ。いやどうも。洗濯したもんってやつは。はい、手ぬぐいです。あ、いやどうも、どうもありがとう。かなりなんので、国の方も随分変わったでしょうね。へえ、先生がこれなんかとよくお遊びなせやした西川の土手もすっかり攻めになりやしてな。ほう、そうですか。あそこの月見草は綺麗だったですがね。ほほう。行動も立派なのが立ちやしてな。ほう。何しろ東京にいて戸隠山のホトトギスが聞けるようになったんですからね。ああ、あれは私も聞きましたよ。私もレンゲの花の咲く自分に一度帰ってみたいといつも思うんですがね。育て方はいかんのですが、ついどうも出てるわやもんですからな。そりゃもうどこのお子供衆もおいくつにおなりやす。6つなんですがね。おどうも柄ばかり大きくなりまして困ったもんです。先生、お忙しいんじゃありませんか。いやどうも東京へ来てこんなことをしようとは思いませんでしたよ。いやなるようにしかならんもんですな。ただいま。お帰りなさい。ぐさいです。布宮君のお母さんです。いらっしゃいませ。お留守に上がりやして。よくいらっしゃいました。何かいただいてな。まあ、ありがとうございます。こいつが4なんです。まあこりゃまあお利口げた。いやお母さんもお孫さんがおできになってまたお楽しみが増えましたな。あ、そうそう、この間話した夜泣きのおまじないだがね。これですか。これをね、逆さまに貼るんですな。ほう。
ねえ、これが陶器ってんですよ。Ich nehme an, man wird nicht sehr entzückt sein. Ja, aber fragen Sie sich dann gekommen? Wissen Sie es noch Ihnen? でもこれで家賃が3円安いんだもん。仕方がないよ。なあ、明日からどうしようかな。借りた金もあらかた使っちゃったし、月曜日までにはまだ間があるしな。そうね。ただいま。おかえり。お湯いかがでした？お湯でごわした。ありがとう。混んでなかったですか？疲れやした。ずいぶん引っ張りましたからな。飲んであげましょうか。どうです？ああ、私いたしましょうか。うん、いいよ。お茶でも入れろよ。大きな手になっただな。じゃあ。行きますか。もっと強くしましょうか。
今日はおかげであっちこっち見せてもらいやした。浅草へ行って、上野へ行って、九代にお参りして。お前今日お母さん一番何感心したと思う？さあ。雷門のね、提灯の大きいんでびっくりしちゃったんだよ。でっかい提灯でな。これ、しらすを食べたことありますか？ん？ちょっと変わってていいもんですよ。どうぞ。はい。私いたしましょう。浅草の観音さんはでっけえな。おい、ラーメン3つ。え。差し運と入れろよな。こんばんは。こんばんは。それじゃあ勉強してんのか。うん。お国からお母さんお見えになったんですってね。ええ、ひょっくり出てきちゃいましてね。弱ってますよ。まあ。お前の殿様。ごめんなさい。さよなら。さよなら。はあ、お母さん、どうですか、暑いうちにね。ああ、お母さん、お上がりになります？いただこうかな。うまいもんでしょ。うん。ねえ、明日どこ行きましょう。どっか見たいとこありませんか。さあなあ。でも、えらく散財かけてしまっただから。いやあ、なあ、どこがいいかな。さあ、そうね。お母さん、おつゆがうまいんですよ。ね、それとうまいもんでしょ。うん。ねえ、あれが東京市のゴミ焼き場ですよ。そうだか。何しろゴミだけだって大変ですからね。
ねえ、おっかさん、いい子気に入ってもらえたかしら。ああ、おとなしいええ人じゃねえか。気に入ってもらえるかどうか心配してたんですよ。ねえ、おっかさん、僕何になってると思いました？さんがっかりしてるんじゃない？どうしてさね。いや、だって僕だってこんなつもりじゃなかったんですもの。僕はできるだけ東京へなんか出てこなきゃよかったと思うんですよ。学校出てこんなことしたらおっかさんにもお気の毒ですからね。苦労かけてまで無理して東京の学校へ来るほどのことはなかったんですよ。なぜだ、どうしてだ、おめえそんなふうに思ってたか。おめえはこれからだとわしは思ってるだね。いや、僕だってそう思ってますよ。でもひょっとすると僕はもう小さい四五六の上がりに来てるんですよ。そんなにのんきなこと言ってちゃおめえ困るじゃねえしか。おっかさんと一緒に田舎で暮らしたかったな。よくひばりが鳴いてますね。
母さん。どうしたんです？うん。なんだか寝つかれねえもんだから。どうしたんです？もう随分遅いんですよ。おやすみなさいよ。昼間僕が言ったことを気にしてるんですね。で、出ましょう。やっぱりがっかりしてるんでしょう。ねえ、でも僕はやれるだけのことはやったんですよ。お母さんに苦労かけてることが随分僕の励みになったんです。でも東京じゃ夜学の先生になるのさえようやくのことだったんですよ。それは僕だってこのまま夜学の先生で満足してるわけじゃないんですけど、これから先でも何になれるか全然見当がつかないんですよ。そうかな。ええ、けんどおめえまだ若けんだもん。そう諦めてしまうことねえじゃねえしか。いや、諦めちゃいませんよ。やれるだけのことはやったんです。でもこの人の多い東京じゃいくら焦ったってしょうがないんですよ。そうしょうがねえって決めちゃうことはねえだよ。わちゃだってこの年になるまじゃ一遍だってしょうがねえって諦めたことなんかねえだよ。女の手一つでおめえを東京の学校やろうなんて制限のこっちゃなかったんだし、それをおめがそんな気でいてくれたんじゃ。それはおっかさんから見ればこんなことって不甲斐ないやつだと思うでしょうけれど、大久保先生だってあの自分は随分大きい望みを持ってましたよ。その先生が東京じゃとんかつをあげてるじゃありませんか。あの大きい星雲の志が五千のとんかつをあげてるなんてね。おっかさん、人の多い東京じゃしょうがありませんよ。そら先生は先生で。いや、誰だって同じですよ。しょうがありませんよ。これが東京なんですよ。おめえそう東京東京って言うけど、東京で出世してる人だってうんといるじゃねえしか。いや、中にはいますよ。いるじゃねえしか。おめえだって出世してばかしに東京へ出てきたんじゃねえしか。そりゃそうですよ。けどそう思うようにいかないのが。思うようにいかずか。その少年はいけねえだし。母屋にしてみりゃそうあっさり諦めてもらいたくねえだよ。母屋が今度死になるまで働いてきたのもおめえの出世が楽しみだったからだし、この楽しみがあっただから働き芸もあっただし生き芸だったあっただしな。それをおめえのようなそんな少年じゃな。な、母屋はなおめえには隠していたけんど在庫にゃへえうちはねえんだよ。宗谷が残さちゃったうちも桑畑ももうみんなへえうちまって、母屋はおめえには黙っていたけんど今じゃ縄瀬の交番の長屋にいるんだし。けんどそんなことはどうだってええだ。おめえしっかりしていてくれりゃ母屋はうちだって畑だってそんなものは何もいりゃしねえだ。母屋はおめえっきりが頼りなんだし住んだのに、住んだのにそんな気でいてくれたんじゃ。Thank you.
てかくなったら何なんだ。坊やも東京で暮らすんかね。おばあちゃん。こんにちは。おばあちゃん、どっから来たんだい。新州から。新州って中部町だろ。県庁や市街地、俺みんな知ってら。新潟県が新潟、長野県が長野、岐阜県が岐阜、山梨県が山梨。主な産物は生糸だろ。トミちゃん、トミちゃん、また遠くから電話。さよなら。ねえ、これでお母さんをどっかへ連れてってあげてくださいな。ねえ、お天気もいいんだし、どっか連れてってあげなさいよ。せっかく出ていらしたのに、あんなとこで孫の思いじゃお気の毒だわ。どうしたんだ。いいんですの、あんな着物。どうせ着ないですもの。私？あれなんかどうだっていいじゃないか。実は前のおかみさんに頼んときゃいいよ。なあ、一緒に行けよ。ええ。君は鏡であったなら。ゴミちゃん、早く勉強しなさいよ。うん。トミちゃん。トミちゃん。トミちゃん。おい、おい、おい、今日は見て走れない。嫌だよ。ケチなの。いつでも答えながら貸しとっていいじゃないか。おい、いいともこれよ。おい、みんな来いよ。おい、来いよ。いいか、見てろよ。行きはよいよい、帰りは怖い。どうだい、見てこせよ。嫌だよ。どうだい、どうだい。こんにちは。あ、こんにちは。毎度すみませんけど、また留守お願いしますよ。ようござんすと、どうぞ。あ、毎度すみません。いいえ。じゃあお願いします。どうぞ、いってらっしゃい。おばさん、トミちゃんお前に蹴られちゃったよ。え、どこで、どこで、トミちゃんどうしたんだ。どこで
そこです。ねえ、どうしたの。ねえ、ひげちゃんちの裏だ。なるほど、行ってみましょう。フルーツは120、いや微弱です。うん、ガーゼ。とんだ災難でした。でも案外軽くて結構でした。2、3日入院してりゃいいんだそうです。失礼ですけど、差し当たりこれを使ってくれませんか。いや、いいんですよ。困ってるときはお互い様ですよ。ね。人手が行ったら遠慮なく言ってくださいよ。次行こうとさせますから。ご親切に失礼いたしました。うん、けど本当に軽くすぎやして、
どうぞお大事に。こんにちは、さよなら。ありがとね。すいませんでしたね。せっかく楽しみにされた一日がこんなことになっちゃって。それどこか。母やんはな、おめえのようなせがれを持って、今日は本当に鼻が高かっただよ。いや。おめえ、今日一日どんなにええとこへ連れてってもらっても、あんなええ目にはきっと会えなかっただ。な、貧乏してるとな、ああいう時のありがたみが本当に嬉しくなるもんだ。俺もうんと貧乏しただからな。なあ、ことによるとおめえもお大事になれなかったがよかったかもしれねえだ。おめえ本当にいいことしてくれただし。これが何よりの財宝への土産だし。どうです？おかげさまでただいまやっと退院できました。本当にいろいろお世話様になりまして。いや、それはよかったですね。それじゃあ、おばあちゃんがよろしく言ってたよ。勉強して偉くなれてきたで。まあ、お母さんお帰りになったんですか？ええ、今お聞きしたところなんですよ。まあ、そうですか。お目にかかっていろいろお礼を申し上げたかったんですもんね。本当にお母さんにはいろいろご親切にしていただいて。いや、止めてはみたんですがね、やっぱり田舎の方がいいらしいんですよ。さあ、それで行こう。
お母さんもどの辺までいらしたかしら。さあ。ねえ、お母さん、私気に入ってくださったかしら。うん、それは大丈夫だ。ねえ、お母さん、満足してお帰りになったかしら。うん、多分満足してはお帰りになるまいよ。なあ、本当言うと俺はまだお母さんに東京に来てもらいたくなかったんだよ。こんな惨めなところはあんまり見せたくなかったからな。なあ、そうだろう。例えばさ、俺が年を取って久しぶりで会ったじいちのやつが、大学の先生じゃそう大して嬉しくもないからな。もう一遍勉強するぞ。中等教員の検定でも取ってみよう。なあ、お母さんにもう一遍出てきてもらうんだ。大きいスゴロクの振り出しからやらせたいからな。あんたはいいお母さんをお持ちになって幸せですよ。
おめえさん、東京どうだったっけ。やっぱり東京だしな、経営者もんだ。毎日毎日毎日全国さんのお経営のようだったし、朝から夜まで焦げたまなし人が歩いてるだ。経営者もんだ。で、手軽さん。うん。あの子も運転楽になってな。そうかね。そうだろうな。お姉さんも随分長い間苦労しただからな。うん。お金さんでとってもええよ、目が目使ってな。おらももう今度は安心だし。もういつだって安心して目がつぶれるか。本当におめえさん幸せもんだ。うん。